シングル3、日海大付属真田対青春学園手塚。さあ、なんでラグナーティいきなりこの2人の対戦ですか。ラグナとしテスカアシサナダ。ito naman ay ginanap during national ただでは解散finals ng national tournament. So tignan natin kung sino ang nanalo. Nanka kiyaya haitto na Sanada Fukubucho. One set match. Ikkai Dai Fuzoku Sanada to serve. Iku zo Tezuka. Haibuku no fuchi e annai shite yaru. Natin. Hayaki koto kaze no goto. Kurin kazan.なんて早いスイングだ。何？手塚もいきなり出してきやがった。手塚ゾーン。静かなること、林のごとく。俺はかつて源一郎を追い詰めたが、凛にかかった途端、どんな技巧も通用せず受け流された。あそこで落ちたらさすがの手塚も。ならば侵略すること火のごとく。怒涛の火の攻撃までも動かざること山のごとし。鉄壁のディフェンスの山、崩すのは不可能に等しい。しかし、手塚ゾーン、すごい。あの真田君が皇帝は攻めあぐねている。さすが手塚部長、断然有利だ。いや、そうじゃない。見てごらん、手塚の足元、ゾーンによってできる円形の跡がブレて広がっている。真っ向勝負で手塚ゾーンを破る気だ。くらえ手塚。一瞬にして移動した。手塚が百錬自得の極みを封印していたように、真田も二つの究極奥義を封印していた。手塚を倒すこの日のために。動くこと雷帝のごとし。雷って風林火山以外にも。雷のようにどこにでも現れ、落雷のごとき打球で恐怖のどん底に突き落とす。これが発動したら最後、相手は戦意すら失う。いい打球だ。何？悪いけどうちの部長は雷なんか怖がる球じゃないよ。逆に火がついちまった。再起完発の極み。あれは尻がたきこと影のごとく。尻がたき影だって。あれが真田が封印せしもう一つの究極奥義、影。一縷の隙もなくし、加えてさまざまな行動パターンを匂わせることで再起完発の極みを封じる。風林火印残雷、これが風林火山の真の姿だ。どうした手塚、顔色が悪いぞ。皇帝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 、侵略すること火のごとく。百錬自得、無駄だと言うな。動くこと雷帝のごとし。稲妻の軌道を捉えることなどできはしない。無駄無駄。
ムス・トゥ・ラブ。あの手塚部長がボールに触れることもできないなんて。百錬自得の極みは雷によって破られ、再起間髪の極みは影によって封じ込められた。無様だな手塚。So, walang laban ang pinakilo perfection. Sanada のワンサイドのようだな。そんな、手塚部長が負けるわけないっすよ。ゲーム、立海大附属サナダ、3ゲームストゥーラブ。サナダ君は他人に厳しいですが、自分にはもっと厳しい。関東大会での敗戦が源一郎に与えたものは計り知れない。正直今の真田に勝てるのは俺しかいない。自慢すか。自信だ。来た、手塚部長殿下の宝刀ゼロ式ドロップショットだ。ゼロ式ドロップが、ぬるいぬるい、万事休す。手塚ゾーン、破られた手塚ゾーンが真っ向から。ゲーム、立海大附属サナダ、4ゲームストゥーラブ。貴様には敗北への道しかない、手塚。さて、どうする？お前の打球を返す策はないようだな。敗北を認めるというわけか。お前を倒す策が尽きたとは言っていない。Kaya pa kayang talunin ni Tezca si Sanada sa pagyayaring ito. Panoorin lang natin. Waga Rikkai 3 Lempa ni Skagras! So ayan. Ugoku koto Raitei no Godoshi! Mata Tezca Zon! Muda da toyu no ga wakaranu ka? Rai o kaesu koto wa fukanou da! Si Tezca pabalik.いかんですか。アウト、ラブ15。返せない打球ならば返さなければいい。アウト015。手塚ゾーンで相手の球全部外に出しちゃえばいいの。不可能だ。どうしてですか。シングルスの場合、コートのセンターマークに立ったとして 8.23 メートルの真ん中に位置する。その場のターンでカバーできるのは半径およそ 1.5 メートル。相手がコーナーギリギリに打ってくるとして、左右 2.6 メートル分を事前に回転をかけ引き寄せるようにコントロールすればゾーンは完成する。しかしコートの外に打球を出すとなると、センターに打たれた場合半径およそ 4.2 メートルを動かし弾き出すだけの回転をかけなければならない。お前には少し難しいかもしれんが、それってつまり可能ってことっすよね。俺の打球を全てアウトに。そんなこと不可能だ。Subukod ulit si Sanada. Alto! Game! Segak Tezca! One game, two, four! Tezca Phantom. So yan, out. Yudon sezu ni ikou! Momoshiro, Tezca ga hangeki o hajimeta yo da. Sasuga buchou! So konakuchya! Futatabi mizukara no ude o gisei ni shite na. Sino kaya mananalo sa labanan na to? Napaka astig.アウト。ゲーム、正確手塚、ツーゲームストゥーフォー。すごい、すごすぎる、あの逆手塚ゾーン。いや、手塚ゾーンにして手塚ゾーンにあらず、捉えることができない幻。いわば手塚ファントム。
君はまた僕たちチームのために自分を先生テスカゾーンの6割増しの回転ですか以前奴が言っていた不可能だとな当たり前じゃないですかそんなことしたら腕にかかる負担だってそんなバカしてきたですかゲーム声楽テスカ3ゲームステイ4その辺にしておけ二度とテニスができなくなるぞいつまでも調子にピラパキタパリンテラガニラ15ラブゼロ式サーブ100連自得テスカゾーンそれにテスカファントムその上ゼロ式サーブまで30ラブ0 degree disruption やめてくれ40ラブ爆破スタイル なんでお前はいつもそうなんだ paglapag sa, ano, sa ground ng... 俺はこの全国大会みんなと共に優勝してプロになるためドイツに行こうと思っているだから絶対に悔いは残したくないstick talaga ng laban na to Tezuka mga ka-Lord Master Game! Sayang Tezuka! 4 games on! Tezuka 部長の腕が鬱血して張り上がっている Tezuka Phantom の連打に加えゼロ式サーブの4連打今ので 99.9% の選手は再起不能になってもおかしくない yun nga ang真田副部長雷を酷使しすぎたな激しく足を使って移動する雷は神業だそれをあれだけ連続させて足に限界が来ないはずがないいいだろう貴様の覚悟受けて立とう まだ雷をラブ15手塚、まだファントムを打てるのかこの二人、どこまで真っ向勝負なんだアウトゲーム正確手塚5ゲームステイ4アライ、アイシングの準備だ急げヘッドのバテル手塚油断せずに行こう分かっている俺たちは勝つために来たからな真っ向勝負を捨てろというのかテスカはもうゼロ式サーブは打てない次のゲームが勝負どころだ全ては立会3連覇のためだテスカやはりもうゼロ式サーブが打てないところまで来たテスカファントム動くこと雷帝のごとし加えて静かなること林のごとく真田副部長が真っ向勝負を捨てたあれじゃ手塚の打球の回転を和らげるだけで真田のポイントには結びつかないじゃないかそれが狙いだよいつ雷が来るかわからない状況だ手塚ファントムを打ち続けなくてはならないゴーデン何が皇帝だ真っ向勝負を捨てた俺のどこが皇帝だというのだゲーム立海大付属サラダ6ゲームステイ5それでいい40ラブマッチポイント決まりだなここに来てまだ手塚ファントムを手塚
君は最後の一瞬まで油断をしない。ライに備えている。kalmado lang si Tezuka na naghintay sa kanya. So, Tezuka, saigo ang magko kara kisama ni Indo ang watas si Aru. Gagamitan niya ng Tezuka pa. Ugok koto! Laite no koto! So, yan. Dakyu ga soto e hajikare nai. Tezuka Phantom ga yabunareta! Iya, mate! Dakyu wa Tezuka ni hikyoserarete ru. Are wa Tezuka Phantom dewa naku. Tezuka zo!終わった。いや、まだだ。テスカは死んでいない。やつはボールに回転をかけている。ラケットを飛ばされながらライを返したというのか。勝つのは俺たち声楽だ。そして声楽の時代を再び築き上げる。動け、動かんか、この足じゃ。負けるわけには、負けるわけにはいかんのだ。3年ほど前、やつは現れた。全国2連覇を成し遂げながらも、俺は常にわだかまりを感じていた。ある男を倒していないということに。くそ、あと一歩、向こうに、向こうに入らんか。パナロシサナダナンリカイ。ゲームのマッチ、立海大付属サナダセブンゲームステファイブ。マッチなと。Napakastig talaga ng laban na to, mga ka-Lord Master. Tezuka! Talagang dapat niyong mapanood. Mo ni Doto. Kisama to ay aranza. Mga ka-Lord Master. Manalo sa laban na to ay si Sanada. So, please, watch, share, and subscribe this video. And hit the notification bell para updated ka sa mga latest happenings dito sa channel ko. So mga ka-Lord Master.